日本群馬県安中市松井田町横川松井田町横川は群馬県安中市の地名旧水郡松井田町大和座横川にあたる地名である郵便番号は379-0301面積は7平方キロメートル苗木山のふもとであり緑豊か廃線になった新一本線横川運転区の敷地を生かし薄い峠鉄道文化村がある また、薄いバイパスの分岐点でもある。横川運転区江戸時代から、安中半領であった。1623年に、薄い石章が設置され交通の要所となり村が発展していった。横川村時代薄水町時代松井田町、時代安中市時代薄水川支流の切り積川が横断していることから名付けられた。 2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。横川駅横川 SA 上り、JR 東日本新越本線の横川駅がある。この駅は群馬県側の新越本線の終点である。薄い峠鉄道文化村から観光用の路線ではあるが、峠の湯まで、 セルパ君というトロッコが走っている。JR バス、関東雨水線が廃線になった新越本線、横川軽井沢区間の代替輸送として、町内の横川駅から軽井沢駅まで運行している。町の中央に上新越自動車道があり、横川 SA がある。国道は国道十八号が通っており、薄いバイパスとの分岐点もある。県道は群馬県道。 長野県道92号松井高るい沢線、群馬県道222号横川停車場線、群馬県道224号、小根山森林公園線が通過、薄い関所跡、ありがとうございます。